上杉氏は、公家である藤原家の氏族の一つ。1252年、公家である藤原重房が、宗方親王の鎌倉幕府、将軍就任に従って、京都から鎌倉へ下校し、武家化し、上杉姓を賜れたのが、上杉氏の祖。室町時代には、関東官僚を世襲し、越後、上野、武蔵、相模の守護を務める有力守護大名として栄えた。室町幕府の初代将軍、足利尊氏の生母は、上杉家出身。鎌倉時代、室町時代から江戸時代にかけて栄えた武家の一族、三内上杉家が長名。三内上杉家15代当主、上杉憲政は、北条氏康に敗北し、長尾家出身の長尾景虎、後の上杉謙信に、上杉家の家督を譲った。豊臣政権の五大老の一人であった三内、上杉家17代当主、上杉景勝は、関ヶ原の戦いにて、西軍について敗北し出羽国米沢に移転、減封されたが、幕末まで大名としての地位を維持し、明治時代には家族に列して、伯爵を授けられた。本願地は、丹波国斑鳩郡上杉荘、現在の京都府綾部市、上杉。江戸時代には、大名二家、旗本四家、内高家一家があり、子孫は現代まで続いている。藤原北家加十字流の流れを組み、鎌倉時代の中頃まで京都の貴族、近家の家柄であった。藤原重房の代に至って、丹波国斑鳩郡上杉荘、上杉の荘、現在の京都府綾部市上杉町周辺を領して、上杉氏を称した。鎌倉時代後期、重房は宗方親王の鎌倉幕府、六代将軍就任に、従って、京都から鎌倉へ下校して、武家、軍事貴族となった。重房の孫、上杉清子は、足利尊氏の生母。尊氏が、室町時代、初代将軍になると、生母の実家として、上杉氏は重んじられた。上杉清子の兄、上杉憲房は、上野の守護に任じられ、憲房の子、上杉憲明は、上野、越後、武蔵の守護と関東管領になり、足利氏の姻戚として、勢力を伸ばした。関東管領の職を世襲し、一門で、上野、越後、武蔵、相模の4カ国の守護を占める、有力守護大名として栄えた。しかし、従来より、鎌倉府に仕え、関東に拠点のあった三内上杉家と、当初は室町幕府に仕えて京都に居住した扇谷杉谷が関東の覇権をかけて内紛を起こし次第に勢力を衰退させる。戦国時代には関東における覇権を新興勢力である後北条氏に押され、三内上杉家の15代当主上杉謙政は越後の守護代であった三条長美家の長尾景虎、後の上杉謙信に上杉家の家督を譲った。景虎は、三内上杉家の家督を継いで、上杉政虎、照虎と名乗り、関東管領に就任した。これにより再び、上杉氏は勢いを取り戻し、謙信晩年には、能と加賀まで勢力を伸ばす。謙信の家督を継いだ、上杉景勝、越後長尾氏の上田長美家の出身は、豊臣政権の五大老を務め、会津藩120万石、江戸時代は、米沢藩30万石、実高51万石を領した。後に、陸奥の危機に瀕したこともあり15万石、実高33万石に、減治されたが、幕末まで大名としての地位を維持した。明治時代は家族に列し、伯爵、分家の米沢新田藩は、子爵を授けられた。他に、江戸幕府の旗本にも、上杉氏四家、上条、深谷、加賀爪、拓馬があり、上条上杉は、後家となる。加賀爪上杉と深谷上杉からは、江戸南町奉行、大目付、勘定奉行などを務める当主が出ている。雨の子屋根の命、春日大社内神から天を生んで命、天根氏命、宇殺神命、大井後吉神命、伊勝神命から、那出神命から上木木勝明。久しうが主名マイナス国間大鹿島命居、狭山命。中富の雷大神命から、大小橋命から、朝日社教、夫実命阿鼻子正人、が朝大部黒田時は片野美恵子。藤原、中富の鎌足不人房崎又手、内間露冬継義門高藤定法、朝頼からためたすく節公頼明健介、森実秋典、森健清房、上杉重房。下重時流の藤原秋典、森健不死は、摂関家の藤原忠実、頼長に家子として仕えるが、森健は、保元の乱に連座して廃流される。その子である、藤原清房は海、住山、藤原長房の養子となって、後鳥羽院に得るが、承久の乱に巻き込まれ、廃流された後鳥羽院、伊賀局に随従して、隠岐に渡り、院の没後は引き続き、京都に戻った伊賀局に仕えている。清房の子である初代、上杉重房は、鎌倉幕府の六代征夷大将軍に就いた、宗方親王に従って、鎌倉へ下校し、有力御家人の足利氏と、姻戚関係を結んだ。重房はもともと式官門院の蔵人であり、その没後は有志である宗方に仕えた関係で、従ったとされる。また、重房は、四条家の家子であり、その関係は、南北朝期まで続き、足利氏と朝廷のパイプの一翼を担ったとされる。また、四条隆親の正室は足利氏出身であった。宗方親王の失脚後、重房が足利氏の悲観になったのはその縁と見られる。もっとも、悲観といっても、上杉氏は家柄もあり、足利家当主の外戚であったことから、家中において重んじられた。南北朝時代では、重房の孫則房は、妹の清子が足利尊氏、忠義兄弟の母であったことから尊氏を助けて、功績を立て、上野の守護に任ぜられて、関東で南朝方の新田氏と戦った。また、重房の別の孫には、市の日院の問答対決を、鎌倉殿中問答にまとめた、大木舟の僧、非生がいる。その後、則房の戦死によって、大きな打撃を受けるが、その遺児である、則明、重義兄弟や甥の友貞は、足利尊氏、忠義兄弟に重用された。その背景として、尊氏兄弟はもともと諸子で、母方の上杉氏以外に、有力な妃官が存在しなかったが、先に家督を継いだ、足利尊義の旧姓で、異母弟である尊氏が後を継いだために、長年尊氏兄弟を支えた上杉氏を重んじられたことにあった。だが、長年にわたり足利氏の家宰を務め、もともとは尊義に仕えていたと見られる公子と対立し、尊氏も公子を重んじるようになったことから、上杉氏は忠義との関係を強め、尊氏、公子と忠義、上杉氏の争いになった、観音の上乱では重義は殺害され、友貞は病死するなど、至福の時期を迎える。だが、則明が昭平18年、常時2年、1363年に尊氏の次男で、鎌倉公方、足利元氏の執事、官僚に任ぜられ、後に、初代関東管領として位置づけられ、さらに上野、越後、伊豆の守護を兼ねた。則明の活躍で、上杉氏は復権し、鎌倉と京都で活躍するが、次第に関東を活動の拠点とするようになる。その結果則明を祖とする三内上杉家を嫡流となり、一族から犬掛、宅間、扇谷の諸家が出た、この四家の家名は、それぞれの屋敷のあった鎌倉近郊の地名を由来とする。宅間上杉家は早くに衰え、犬犬上杉家は、上杉禅宗の乱により、主流派から脱落したので、15世紀半ばからは、則明の子孫三内上杉家と、則明のいとこ、友貞の子孫、扇谷上杉家の二家が有力となるが、関東管領の職はもっぱら三内上杉家の当主が独占した。室町時代中頃の三内上杉家当主であった関東管領上杉則実は足利学校の再興者として歴史に名を残している。その一方、上杉氏と足利公方家の対立が鮮明となり、享徳3年、1454年には鎌倉公方、足利重氏が関東管領上杉則忠。則実の子を殺害したことに発する内乱、享徳の乱が発生し、関東は応仁の乱よりも十数年早く事実上の戦国時代に突入することとなった。享徳の乱の際、扇谷、山内亮上杉家は連合して、古学坊、足利茂氏、鎌倉公方の後進と敵対していたが、正氏との和睦後は、両家で争うようになり、長慶の乱、内紛の末に衰退し、新興の後北条氏に圧迫されるようになる。武蔵に勢力を持っていた、扇谷上杉家は、天文15年、1546年の川越野戦で、後北条氏に敗れて滅亡。上野を本拠としていた三内上杉家の上杉則政も川越野戦以降は後北条氏の攻撃を直に受けるようになって勢力を衰退させていった。権政はついに関東を放棄し、元は家臣筋であり、外戚でもあった越後長尾氏を頼った。永禄4年、1561年、権政は上杉氏の事実上の嫡流となっていた三内上杉家の名跡と関東管領の職を、越後三町美家の長岡下虎、後の上杉謙信に譲り、自身は春日山城に移った。深谷上杉家の上杉謙信は武蔵に留まって、北条氏との戦闘を継続した。上杉謙信は、越後を拠点として、両国を関東と北陸に拡大したが、北条氏政との抗争によって武蔵など、関東地方の両国を、ほぼ喪失した。二度の上洛で、壇上消失に任じられ、元亀4年、1573年8月に、越中を平定。天正5年、1577年7月には、七尾城と末森城が自落し、能登を平定。同年9月には、加賀国手っ取川で、織田軍を破る。佐渡の本間氏、越中の神保氏、飛騨の江間氏、上野の沼田氏、信濃の高梨氏、下野の佐野氏、みちのくの大崎氏を緩やかな従属下に置いた。加賀の一向一揆とは同盟し松濤城に首相を派遣した。能登の畠山氏、出羽の大宝寺、武藤氏からは、人質、畠山義春と大宝寺義氏は、上杉姓を名乗った時期もあり、謙信の宿り聞きとして従軍下を取った。武蔵の深谷氏も一時的に支配下に置いたが、前述のように、北条氏政の隕石、外交政略により、傘下から離脱した。謙信の死後、二人の養子継承、上田町美家出身、謙信の甥と、景虎、北条氏康の子の間で家督争い、追立の乱が起こり、この内乱によって従属下の勢力は、独立したり、あるいは織田、北条、武田、伊達の傘下に入るなど、上杉家の影響力は著しく低下した。この争いは、継承が勝利して、上杉氏の名跡を継承するが、謙信、継承以降の米沢藩上杉氏では、謙信を初代、継承を二代と称している。なお、継承自身は母系により越後氏後系の上条、上杉家の血も引いており、上杉氏本来の血統が断絶したわけではない。上杉景勝は、織田信長の甥御、信濃、越中に侵攻。天正14年、1586年6月、上洛して秀吉と会見し、養子、畠山義実、当時は、上杉姓を人質として差し出して進駐する。その際、越後5軍、岩泉、神原2軍は、柴田ら上北衆が自立、越中半軍、魚津城は一旦奪還したが、左座に再度奪われる。信濃4軍、小佐方と上野の東、利根2軍は真田が、豊臣大名として、毒を安堵され、左近衛健少将に任じられる。天正15年、1587年には、下越の柴田重家を攻略して、越後を再統一。同年、笹成政の肥後天保により、越中新川軍が前田領とされ、佐座に備え戸井正成ら越中衆を将兵として入れていた、天神山城宮崎城を前田利長に明け渡す。代替地としては、総武事例に関わらず、佐渡、出羽両国は、上杉家の切り取り勝手とされた。天正17年、1589年には、本間氏を下し、佐渡を平定。越後、佐渡、信濃川中島、出羽庄内などを領有し、領内に多くの金山を抱える。豊臣秀吉政権の後期には中納言に昇進して、大老の一人となり、小早川隆景の死後、継承を含む5人の大老は、豊臣家五大老と呼ばれるようになる。慶長3年、1598年、継承は、隣国の会津に移行され、みちのく国の会津、白河、田村、足立、忍、伊達、勝田と出羽国省内、田川郡、阿久見郡、老玉、越後国東蒲原及び、佐渡などに120万石余りを領した。秀吉の死後、慶長5年、1600年、上杉景勝は、関ヶ原の戦いに際して、徳川家康に敵対し、米沢藩30万石、出羽老玉、みちのく伊達、忍二軍に減封され、老玉の米沢城を本拠と定めた。新達の両軍には、軍代や奉行として、佐藤氏や小笠原、古川氏を置き、忍軍の福島城、伊達軍の柳川城など両軍内の市場には、本城氏や春日、高坂氏、芋川氏などを、城主、城代として統治させた。上杉貞勝は彼らを肝入りとして、福島盆地に西根堰水路を完成させ、耕地面積を飛躍的に拡大した。寛文4年、1664年、貞勝の子、慶長の孫綱勝が、子供のないまま急死して、断絶の危機を迎えたが、綱勝の舅と、保科正行、三代将軍、徳川家光の実弟の尽力により、綱勝の甥で、妹婿、吉良義仲、上野介助、扇谷上杉家の女系子孫の子綱則が綱勝に、養子入りした結果、藩地15万石で、家名存続することを許された。上杉綱則は、教学振興や、歴史編纂といった、文治政治に力を入れている。米沢藩学館の始めとなる正道、学問所を建設し、正道の編学を、管林店とする。上杉氏は相次ぐ減封により、規模を縮小させたが、越後春日山から持ち込んだ、上杉謙信の遺骸を漆で密封した甕を、米沢城の本丸内に安置し、謙信崇拝に基づいた誇り高い私風を守った。寛文の藩地以後は、中山城、鮎海城、荒戸城、小国城を、役屋、城主、城代を、役屋将と改称している。上杉宗房は、元文3年、1738年に、藩政改革の開館壁頭となる、年貢分延納を許可する政策などを打ち出す。寛宝2年、1742年には、幕府から税制を評価され、丘陵であった老玉郡の社及び、村山郡の52000石が、米沢藩預かり領となり、高畑城と漆山陣屋に城代と、役屋将を派遣する。延享3年、1746年に、改革半ばで、創生、次々代の春則、鷹山まで改革は一旦頓挫することとなった。上杉重貞は、乱舞、能に励むべしと領内にお触れを出し、藩士や領民にも芸術を奨励した。仕掛けを凝らした豪華な能舞台を作るなど、万事が社史に流れた。秋月家より、養子に入った上杉鷹山。春則が藩の殖産興業を行って財政を立て直した。天明7年、1787年には税制を幕府から表彰される。一旦売却した京都の上杉家藩邸を買い戻し、高度な工芸品などの技術を収集する拠点とし、米沢織に応用している。時代の上杉春広も、蘭学医術など学問を奨励するなど、文化7年。1810年に政治向き格別に行き届き、領内納め方よろし等として表彰。続く、上杉成貞も天保7年、1836年に表彰されている。幕末の藩主、上杉成則の代にも、幕府から表彰され、187,000石に加増された。成則は、京都で西国友藩とも交わり、文久3年、1863年には、徳川家茂の京都上洛に、御教師手二条城警護に当たる。8月18日の政変では、池田茂正、備前藩主、池田慶徳、鳥取藩主、浅野長則、芸州藩主らと共に、長州藩を擁護した。戊辰戦争では、藩が改易される窮地を救った会津藩主、保科正行への恩義もあることから、奥越列藩同盟に加わった。新潟を掌握し、一時は優位な局面もあったが、連盟内では早期に新政府軍に降伏している。列藩同盟の実質的な盟主だったこともあり、社4万石を減俸された。明治維新後、米沢藩上杉家は家族に列し、伯爵を授けられた。文家米沢新田藩上杉家は、子爵を受けている。また、後部四国の一部が、米沢藩の所領に加わった。明治2年、1869年に、米沢新田藩1万石は、宋藩に併合された。上杉家の預かり地の漆山5万2000石は、酒田県、第一次に編入。同年、版籍奉還により、上杉茂徳は、米沢藩知事となる。旧藩士らに、旧藩の囲い金や上杉家の備金などから17万両余りを、分与、後の米沢義社、現在は、山形銀行と合併。1871年、明治4年の廃藩置県により、米沢県が誕生、茂徳は東京に移住した。同年、預かり地で残る越後国岸線軍の一部の旧、幕府領1万石余りが村上県に編入された。同時に、列藩同盟処分で召し上げられた社4万石が米沢県に戻され、追玉郡全部を県域とする追玉県が発足。また、他地県を除く北海道が開拓使の所管となり、上杉家による北海道の分領支配、後部四国の一部も終了した。1878年、明治11年に、奥羽地方を視察旅行したイザベラ・ルーシーバードは、置賜地方を東洋の理想郷、アルカデアと称賛した。その後、茂徳は英国に自費で留学し、帰国後の1881年、明治14年5月には、沖縄県令となる。県令を、離任時には1500円の資材を奨学資金として、県に提供した。茂徳の長男、上杉紀明は、英国のケンブリッジ大学に留学した。帰国後、宮内省御用掛となる。長男、貞則は、大正8年、1919年11月6日に8歳で、次男、子建は大正4年、1915年6月27日に、生9ヶ月で早世したため、三男、孝則が、父の後を継ぎ米沢上杉家の当主となった。伊尾、昭夫は、憲章の実定で、米沢新田藩上杉家当主、上杉勝則の養子となり、勝昭と改名した。旧米沢藩士の留学費用も提供したと言われ、その中の一人である、中条誠一郎は、山形県庁及び、山形県会議児童の設計を行っている。上杉孝則は、学習院で、初等科から高等科まで学び、東京帝国大学仏文科を卒業。昭和15年、1940年、徳川家政の次女敏子と結婚した。昭和19年には米沢に移り、山形師範学校助教授となった。戦後、東京に戻り、東京都児童会館長、東京文化会館長を務めた。昭和25年、1950年、革命館と呼ばれた旧伯爵邸が上杉家から米沢市に譲渡された。宇宙工学者で宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部教授の上杉邦則、東京大学大学院工学博士は米沢藩上杉家の16代当主にあたる謙信から数えて17代目。平成2年、1990年に月衛星飛天の打ち上げ、さらに平成19年、2007年、惑星探査機、はやぶさプロジェクトに従事した。はやぶさの名称は、国則と川口純一郎によって大日本帝国の一式戦闘機種を由来として提案されたという。また、平成25年、2013年に駐日大使として赴任したキャロライン・ケネディは、父ジョン・カイ・ケネディが、上杉鷹山を尊敬し、就任演説に代表される考え方に影響を与えたとスピーチで述べいる。邦則の長男、上杉博則は、米沢上杉文化振興財団の理事として、国宝、上杉本洛中洛外図屏風などを有する上杉博物館の管理運営などに携わっている。長上杉氏以外の系統も江戸時代まで血統が続いた。深谷家着流の上杉氏則の嫡男、謙春の子孫が平福藩主となり、また、氏則の弟、吉次の子孫は旗本として存続し、幕末ペリー来光時に80代の高齢にも、かかわらず、大目付、海岸防御御用係を兼務した上杉盛房を子孫から出した。宅間上杉家も旗本になったと言われる。上杉万丈の男系子孫である加賀爪氏は、江戸幕府譜代大名となった。上条正成、上杉入庵の次男、上杉長院の子孫は、旗本、高家上杉氏として存続し、領地は、下総国印旛郡、千葉郡などである。長男、景弘の子孫は、能登畠山氏として、上杉家に仕え、三男、義実の子孫も旗本、後高家畠山氏、上杉綱則の挙兵を止めたのがその末裔である、畠山義、千坂や、広部だというのは俗説である。また、米沢藩主としても、山本寺氏など、上杉家の所流が存続した。上杉氏には、数多くの分家があり、上杉頼重、上杉則房の子息の代で分かれた以下の系統が、著名である。室町時代は、隆盛したが、戦国時代以降の混乱によりいずれも没落しており、その末裔は、上記のように旗本や諸藩士になるものが多く、江戸時代に大名として存続したのは三条町美化から、上杉謙信を子に迎えた三内上杉宗家のみで、ある。また、所流の加賀爪上杉家は一時的に大名となったが、改易された。宅間上杉家とも、則房の養子、上杉茂吉の系統。茂吉が、高諸直との政争に敗れ死去し、三内上杉家から養子を迎え存続したが、着流は、次第に、三内家に吸収されていった。所流としては、則房の一子、上杉重建の一族がおり、足利持氏の側近を務めた、上杉謙次家を輩出している。戦国期には、北条氏綱に不利。後北条氏滅亡後は、宅間氏を名乗り、徳川家康の旗本となった。則房の子、上杉貞藤の系統。四条上杉家とも。貞藤は、足利尊氏の子の千寿王の執事となり犬県に、在住し犬掛家の祖となったとされる。貞藤の孫の上杉氏則、禅宗の代に、上杉禅宗の乱により衰退し、関東の政治の主流派からは遠ざかったが、氏則の子の多くは幕府に仕え血統は存続し、一部は堀越公方の関東執事となるなど、禅宗以降も関東の政治に足跡を残した。しかし、戦国時代を境にその動静は確認できなくなる。則房の子、上杉則明の系統。鎌倉移住以前は、水羅に上杉家とも言った。戦国時代に上杉則政が長尾家出身の上杉謙信。長尾景虎に家督を譲った。それ以降を特に長尾上杉氏とも呼ぶ。三内上杉家の分家として、小花は上杉や、後の深谷上杉家が存在する。また、室町期の佐竹氏本家当主、佐竹義人は、三内上杉家の出身である。則房の兄、上杉重建のこの上杉友貞の子孫が、鎌倉の扇谷の地に在住したのが始まりである。二京上杉や、八条上杉家とも。三内上杉家の上杉則明の実子である、上杉謙英が、小花は上杉を名乗り、謙英の彦の暴挙により、深谷上杉と称した。深谷上杉家七代当主の上杉謙生は、永禄12年、1569年の、越総同盟の締結によって、深谷城が、上杉氏の勢力下に入ると謙信に属す。謙生の嫡男、氏則は、父の死後は、後北条氏につき、天正6年、1578年には、北条氏政の養女を正室に迎え、氏政の有志となる。小田原征伐で、後北条氏が敗れた後は、重臣の秋、元町長らが、深谷城を開城して、豊臣軍に降伏。氏則は、上杉景勝の所領である、信濃国更科郡、現長野市にて隠居した。氏則の嫡男、深谷謙春は、軽商から仕官の誘いがあったとも言われるが、1617年に、播磨平福藩主の池田輝興に仕えた。謙成の次男、吉次の子孫は、徳川家に出仕して500石の旗本となり、上杉盛房は、天保8年、1837年に70歳で、勘定奉行、弘化元年、1844年に77歳で、大目付、役高3000石に昇進して、安政元年、1854年に87歳になるまで務めた。越後では、三内上杉家と犬犬上杉家が国衙領を2分割して支配しており、この半分を基盤として、犬犬上杉家系の越後上杉家が成立したが、守護職は三内上杉家が継承していた。ところが、越後守護職を継承する三内上杉家系の上杉房法が養子として、犬犬上杉家系越後上杉家を継承することで、越後守護を世襲する越後上杉家が成立した、系統的には、犬犬上杉家、血統的に、三内上杉家に属する。なお、三内上杉家の国衙領は引き続き同州家が継承する。越後上杉家から、越後国内に、山本寺氏、山浦氏、上条氏を分家した。守護代の長尾氏と対立するようになり、上杉房邸の代には、長尾氏を抑え優勢となり全盛期を築き上げた。房忠氏の死後は、上杉定実を擁する長尾為景によって、上杉房吉が自害に追い込まれるなどしたのぼされ、上杉定実は、為景の死後、伊達氏の支援により復権を図るものの天文の乱により挫折し、後継のないまま死去、1550年に断絶した。則房の庶兄、上杉為成の系統。上杉家では、庶流筋であるが、子孫としては、上杉定頼がおり、彼は一時、扇谷上杉家の家督代行を務め、足利持氏に重用され、安房国の守護となっている。長尾氏の養子となった上杉藤系の系統でもある。上田町美家出身の長尾昭景は、同じく、長尾家出身の上杉謙信の養子となり、なお、上杉景勝と改めた。謙信死後、御盾の乱を制し、上杉氏の総領となり、豊臣秀吉に仕え、みちのく会津120万石、会津藩を領した。秀吉の死後、関ヶ原の戦いでは、石田三成ら西軍について敗北。しかし、戦後に家康から罪を許されて、出羽米沢藩30万石減俸とな、1664年、寛文4年に、軽視問題でさらに15万石、社、漆山、岩泉に、預かり地が7万石ありに減俸されたが、価格は国主とされた。減俸されたにもかかわらず、家臣を減らさなかったため、財政難に陥り、一時は領地を返上することまで、検討されたが、第9代藩主、上杉春則、鷹山による改革などによって、藩政を立て直し、明治に至り伯爵。享保4年、1719年、第4代米沢藩主、綱則の4男、上杉勝親は、兄の義則から1万石を分与されて、米沢新田藩を立藩した。米沢新田藩の上藩邸が麻布にあったので、麻布上杉家とも呼ばれた。明治に至り子爵。9代目当主にあたる上杉隆久は、粕屋家からの養子。学習院大学卒業後、日本地酒協同組合の理事、日本酒、アカデミー株式会社取締役などを務めている。上杉謙信の養子、正成の子、長院から始まる上杉氏。室町時代に、武蔵、上野、越後の守護であった上杉氏は、江戸幕府からも、後家として重んじられた。所領は、下宇佐国印旛郡、千葉郡、日立国河内郡、篠田郡などで1490石。途中で同族の能登畑傘下、長井の弟、義実の系統より養子を迎えるなどあったが、後家として続き、明治に至る。駿河の今川氏の確証から、江戸幕府の旗本となり、後に大名となった家系の上杉氏。加妻、上杉忠清は、江戸南町奉行、大目付などを歴任し、9500石の近江旗本となる。忠清の子、直澄は歌舞伎者で知られ、旗本八つとして有名だったが、加増されて大名になる。武蔵国高坂藩、東東海国掛塚にも陣屋があり、掛塚藩とも一万国の藩主。時代の直清の時、旗本、成瀬家との境界争いで改易。加爪上杉家は、上杉信澄が1500石、後上長に500石を分与の旗本で存続、明治に至る。上杉謙信が残したと言われる家訓。なお、上杉神社で御首等を購入すると、家紋とともに、その包装に記されている。米沢上杉家には、山内上杉家以来の武具宝物が多数伝わっていた。上杉謙信の愛党である太刀、無名福岡一文字、郷山鳥毛、担当、尾州長船景光在名、郷謙信景光は、国宝に指定され、その他、継承お手線35個紙を筆頭に重要文化財、指定、重要美術品認定の刀剣が多数ある。また、槍としては、唯一重要文化財に指定されている、豊臣秀吉から配領の白州梅忠作の槍20本、うち10本は戦後行方不明も貴重なものである。また、織田信長から贈られた、狩野永徳筆の洛中洛外図屏風、国宝、米沢市上杉博物館像をはじめ、上杉家に伝来した中世以来の文書群である、上杉家文書、国宝、直江兼続が所蔵した、総版式、勘定、五官書、三件とも、国宝、国立歴史民俗博物館像など、武具から文物まで幅広く収蔵されていた。重要文化財等の主だった刀剣を挙げる。豊臣秀吉の刀掛けの逸話にもあるが、謙信、継承ともに長い太刀を好んだと伝えられている。継承が秘蔵の刀剣の中から35個紙を選んだことは有名で、備前刀が多いのが特徴である。ただし、戦後米沢駐留の連合軍に接収され、行方不明となっている刀剣が多い。上杉家の甲冑の特徴に、謙信考案の上杉か、上杉しころがある。普通の兜は1枚かだが、さらに内側に、かを設け、多くは、鉄さ、防御力を高めている。甲冑は、さほど米沢から散逸しておらず、上杉神社、宮坂考古館に多数所蔵されている。上杉家の甲冑以外にも、直江兼続の、愛の前盾で知られる甲冑は、上杉神社に、前田利益の甲冑は宮坂考古館に所蔵されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。